佐良義茂は、日後の戦国大名。佐良氏の第十六代当主。第十三代当主佐良町ごとの所長氏で、第十四代当主長氏は異母帝、伊保テ署名を長ため、通称を佐平城としたが、後に長忠田田と改名し、通称も、大見守ると改めた。義茂を名乗るのは裁判年であり、長忠の名をより長く用いた。遠徳元年。 人吉城で生まれた。永昇九年、父、長ごとは隠居して、着死の長氏に家徳を譲った。長忠は、長氏よりも年長であったが、諸子であって、宗家を継ぐ立場にはなかった。またもう一人の諸兄追いは同様の理由の他に、すでに出家していたという事情もあった。一方で、第十一代当主、相良武継の長子、来金の子、朝帝も、 着流のみでありながら没落の浮き目を見て不満を抱えていた。英章15年、隠居後も実権を振るっていた長ごが亡くなり、若年の長氏が申請をするようになると、しばらくして家中の不満が表面化した。大英4年8月24日、朝廷が武行、インドを長広と図って人吉城を襲った。長氏を薩摩国出水に放逐して家徳を奪い、 さらに翌大英五年には、水俣城で誘殺しようと図って、長、死を自害に追い込んで、その首を取った。相良氏一族と家臣団では、これを三達として避難し、朝廷には従わぬというものが多くあり、彼らは協議して、長ごとの所長氏である長忠を報じることを決めた。大英六年五月十一日、朝廷避難の急先方であった所定、随が、総兵名余で、 人吉城を襲い、超ただし、長広ら一派を追い落として城を掌握した。瑞賢はにわかに、権力欲に駆られて、翌日、減属して、長高と名乗り、自らが家督を相続する意思を示したが、軍心は従わず、3日後に城を出て上村に落ち延び、栄里城に立てこもった。人吉の軍心は生かしておけば、必ず過根になると進言し、 すぐに追手を差し向けて討伐するように、長忠を説得。長忠は、近在の上村城主で、相原氏一族の実力者の上村来京に先鋒を依頼したが、宗家の権威は弱く、兄弟、宗位に巻き込まれるのを嫌って、これを断ってきた。上村城は栄里城の背後にあり、戦略上重要であるため、長忠は重ねて交渉し、 来京の息子城村東五郎を頼重を養子市にすると約束して火星を取り付けた。5月15日、長田は外籍の豊流市の手勢を率いて上村久里に出陣。来京はふもと諏訪山や権現山に兵を寄せ長家を完全に包囲した。翌16日、栄里城を強襲して落とした。長家は金倉院に逃れ寺に火を放ち、 切腹して果てた。5月18日、長田,田は人吉城に外旋して、晴れて家督を相続した。内紛の収集大英6年7月13日、相良家中の混乱をついて、日向国政木委員の北原氏の軍勢が突如として、現れて人吉城を取り囲んだ。北原氏は長ごとに除かれた相良頼安の血縁で、相良氏とは隕石関係にあった。 北原勢は南面して、大岩瀬、バイの森や中川原、対岸の地蔵山宗都市寺にも陣を敷いた。上村勢が援軍し、船で城に兵糧を入れようとしたが、北原勢がこれを奪おうとし、上兵も繰り出して、中川原合戦が起こった。相良川が勝って、無事に兵糧は入れられたが、上兵は数が少なく、長忠田田は皆越の地頭皆。 腰やき森佐だとを呼び寄せたいと思ったが、包囲されていて連絡する手段がなかった。そこに言うたじの僧、ジュ・ルが志願し、この僧は密書を油紙に包んで川を泳ぎ、ヤクの背で上陸して、感動を通ってみな、越に無事書状を届けた。長忠は、木内より、敵に呼びかけ、病状、小爪として、伊藤家より遠平が来るのでその上で一戦まじえんと、あえて告げさせた。 皆越正し党は夜に出発すると、長忠に授けられた奇策に従い、高土原にかがり火を置き、沿道にも点々とかがり火を残していって、百名余りの手勢も、おのおの、松明を手にして、実際よりも多数の軍勢が、援軍に来たように見せかけた。そして、人吉に至ると、皆、越勢に、我らは、日州伊藤家の火星のものだ。この後も軍病が参陣するぞと呼ばわせ、 これを聞いた北原氏の包囲税は老狽して改装した。胸と指示で僧を殺すなど狼石を働いたり、城下に残った北原勢はことごとく打ち取られ、首を切られた。なお、遺説であるが、日向国史によると、伊藤助光は姉の夫である調子が放築されたことを知ると、大英六年七月、荒竹三世、湯毛木工場など家臣を熊に派遣した。これらは八月七日。 インドを長広が逃げ込んだ宮野原城の攻略と鎮定に貢献したといい、翌年12月26日、都の氷城まで礼に来て、ス光は鎮定の協力に感謝されたのだという。大栄7年4月3日、来教の弟上村長主を古六上主とし、朝廷に組みして、謀反を起こしたインド氏の鎮定を始めた。他方で、同月24日、相良小阪部大輔が、 豊福城を放棄して撤退。宇都城主縄武県の家臣、皆吉出森武馬がこれを領し、対外勢力との戦いでは一歩後退した。協力2年3月8日、上村おさたねは、佐敷のインド一族を攻撃。7月6日には道場を落とし、11月19日には、インド重吉の湯、補城を落としたので、重吉府氏は、なぎ城へ逃れた。翌年正月5日に、 つなぎ城を攻めて26日に落としたので、相良長猿や重吉節はさらに逃亡した。27日、長州は、長種の首を取った当人である、インドをただし正だしとその息子左近を捕らえて、八代に連行して処刑した。3月には、インドを行部左衛門の長庫を捕らえ、人吉に護送して、中川原で斬首した。木城城主、インドを重安には、 玉物氏が命じられ、茂吉伏も後に捕まって処刑された。同じ協力3年、着難のいなかった長忠は、大京都の約束通り、上村頼重を聖子として、相良長ためと改名させた。朝廷は、長氏の戸戸松丸を連れて、船で筑後国に亡命していたが、長忠は、たびたび使いを送って、許しを与えると還元して、朝廷に帰参を進めた。 京六四年、朝廷は、ついにこれに騙されて、熊に帰ってきた。長忠は、長氏の首が葬られた、宝序寺に朝廷を止めて、十一月十一日、西放路に命じてその門外で撃たせた。さらに築後に残った長子のとと松丸も、資格を送って暗殺し、朝廷の後を追ってきた夫人と、第二子のとと丸も、金恩寺で待ち伏せして殺害し、一家皆殺しとした。 戦国大名へ、天文元年6月13日、天草の上津浦治虫が、天草高種、四季茂常、長島田島守、杉本氏、大屋野氏の連合軍に攻められた際、16日、長忠は兵を送って知守を助け、7月20日、連合軍を破って大勝した。天文2年2月20日、大宮寺を追われた、阿蘇これ長の息子で、剣士田城主の阿蘇門見前は、 相良氏との連携を求めて、政略結婚を要請した。長忠はこれを許して、4月15日、長女を門見舞いに課した。天文3年1月16日から3月10日にかけて、長忠は、現在の八代市小麓町の堀山に、高根城を築かせ、ここに京を移して、城下町も整備させた。天文4年3月16日、麻生門見舞いと、 縄わたきの軍が、豊福の王野で合戦し、長忠は、阿蘇勢に味方して、宇都勢を撃退したので、皆義武誠は、豊福城を捨てて撤退。道場は再び、相良市の手に落ちた。その後、長忠と、縄わたきは互いに、千切り城を交わし、長ごとの代に、大友義明の仲介によって交わされたが、内紛によって、 保護とされた相良氏と奈氏との和解の約束を再確認した。同年4月8日、雷京が弟の長氏を暗殺した。また同じく、雷京は5月18日に死者を使わして、竹県の娘と長ための政略結婚をまとめて、翌年12月22日、入与となった。これによって、両家の中はより強固となった。これより前、 日後国では死後の菊池氏が内省により没落し、文後の大友氏が勢力を伸長していた。菊池氏では、菊池武教が出奔した後に文家から拓馬武司康の古部法を迎えたが、永正十七年、大友義明は菊池氏家診断と図って、これを放逐して、代わりに弟、大友重春を入れて、菊池義宗を名乗らせて、当主としたが、義宗もまた、 菊池鹿診断と争って、天文三年に、Y 不城を追われて、相良氏に非を申し出た。以前から、長だと吉宗、熊本城主、鹿野小木三河守親邸及び非前松浦氏とは、連携しており、翌年十二月、高木郡より八代を訪れた吉宗は、長だと高上根城で会見。同盟を強固とし、高木に帰って、後に吉宗は、吉武と改名する。 八代では、長結、武剣、吉武の三者はしばしば会見するなどして、友好的な関係が維持された。特に吉武は、相良氏との信仰を密にした。天文七年四月十三日、薩摩主後、島津高久が佐々木に来て、蝶結、ため清子親子の教皇を受けた。八月二十四日、吉武は、聖子の鬼、菊丸の元服を八代白騎者で行い、 菊地の理事とした。天文8年3月30日、かねてより建造中の都当選、一期丸が完成したので、八代徳武地で浸水式を行った。徳武地は、長忠の時代から、相良市の国内、海外貿易の拠点として発展し、この地域で最大の貿易港となった。長忠は、幕府の対民貿易を一手に任された、洲王の守護大名。 大内義高と遊戯を結び、戦乱護衛などの名目を取り付けており、琉球やその他とも交易をしていたことが伺える。この頃、大友氏の非後国への影響力の拡大は年々強まっていたので、同年12月22日、これに対抗するために、相原氏、阿蘇氏、長氏は義武を放じて大友と戦う、胸の名約を締結した。翌年4月に、義武が、 熊本、熊章を制圧して、小山城を攻めると、大友義明は驚いて、義兄によって、相良氏と縄和を戦わせようとしたが、名惑によって通じていた両者はこれを見抜いて、動かなかった。天文十年に、宇都で兵乱が起こると、長田川兵を出して、鎮定に協力したが、天文十一年六月十五日、長田目夫人が、破響不縁を申し出て、 呂に帰ってしまったため、相良氏と名良氏と再び不和となり、天文12年1月26日、名良勢が小川に侵攻。相良勢も兵を出して交戦して、鉱山でこれを撃退した。第12代当しため、続くの弟より安が、長京元年に反乱を起こした際に、長大の弟で、幼年ゆえに除名された、松千代丸のこの春よりは、長寿て、 長忠に仕えて、八代丘の地頭となっていたが、これが天文14年に、インドをより安や宮原原原と共謀して、無本を起こした。春よりは、人吉を目指したが、途中で妨害を受けて、正木院に向い、それから、田良木の鍋城に入ろうとしたが、拒否されて通報された。長忠は、追悼を命じ、耳取り薔で合戦して撃破。春よりは日向に逃れ、 ついで文語に落ち延び、同地で亡くなった。同じく天文14年11月27日、朝廷からの直死大宮維持が、大内氏の仲介により、船で八代に来航した。12月2日、直死は、長田,田に、十五位した宮内大輔を、ダメ清に、十五位した右、兵衛さんに助任した。同時に、直死は、将軍、 足利義春から一時配慮として、返旗を許された旨を知らせ、長忠は、木の字を与えられて、なお、義茂と改め、ため清は、晴れの字を与えられて、なお、晴広と改めた。天文15年5月1日、ため続く、超前以来の式目を改め、義茂は新たに21箇条式目を制定した。これは、 同年8月3日に家督を譲られた、晴弘氏によって引き継がれ、彼の名をもって知られる。隠居から間もなくして、義茂は病によって亡くなった。去年58、法名は、蓮ンノリン両徳長美幸。義ギは治癒に優れ、一門州の上村来京、長州の補佐の下、特に内政で引いてた業績を残し、内紛で疲弊した相良氏の再興に成功した。 八代の徳淵港を開いて、民との貿易も行い、高峰城と城下町を整備し、文国法を定めて、相良市を戦国大名へと成長させた。ありがとうございます。